ついに始まった新しい世界での生活。社畜のおじさんにはぴったりの世界かと思いきや、そうは問屋が下ろさないそうで、新人に対してとりあえず先輩風吹かせてくるやつっているよね。優秀な人材を潰すのはいつの時代も無能な味方。次回転生したら株だった件第3話、出る株は打たれる。まったく無茶しやがって。